白鳥さんですか。いや、初めましてじゃないのか。いや、あの日町で急に倒れた私に適切な処置をしてくださったと聞きました。あなたがいなかったら僕は確実に死んでいたと担当医師から伺いました。なんとお礼を言っていいのか。あなたは私の命の恩人です。当然のことをしたのですよ。立ち止まらないので東京は冷たい町だ。私はあの実は最近区の防災訓練の方に参加しまして、その時にちょっと蘇生術ではないんですけど蘇生術ではないのですから、その時にまあその時は人形相手だったんですけど、人間相手で果たしてうまくいくのかというかとても不安だったので、いざやってみたら何でかとてもうまくできました。すいません、ちょっと手洗い。どうしよう、命の恩人が生理的に受け付けた。めっちゃ感謝してるのよ。お待たせいたしました。すいません、最近とても尿意が近くて今度一度検査を受けなくてやと思っているんです。立ち話もなんなんで座ってください。いや、でも本当に元気そうで何より、何につけてもやはり健康が一番大切です。健康に乗せられるんです。私も結構健康には気を使う方でございます。ハーブティーのこと。すいません、ちょっと抜けられた。すごく近くて、すみません。無理だー。もう一緒にいたくない。命の恩人なのに。命がすごく近くて。尿意って言い回しよ。困ってる人にほっとけない方にするためにして、10年ほど前ですかね、孫とはぐれたておばあさんがいまして、一緒に探してあげました。その間、そのお孫さんが何か結婚するとかいうので招待状が届きましたね。参列してきました。おばあさんとても元気そうですけど、元気を言うとは不思議なものだな。そうだ、めっちゃいいじゃん。めっちゃいいの持ってんじゃん。生理的に受け付けたい。そうそうそう、この間あなたの奥さんと電話でお話しさせていただきました。一度家の方に遊びに来てくださいとさせていただきます。なんか楽しみだ。絶対自分のテリトリーに見たくない。これお見舞いの菓子折りですね。ああ、いい人なんだよな。
初めてです。人工呼吸器の問題です。あと、あなた大量の輸血が必要だったんです。あなたの体には私の血が合わない。元気そうです。